レオナルド・ダ・ヴィンチ一度ね空を飛んだことがある人はね歩く時はいつも 空を見上げて歩くもんなんだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるしまたそこへいつも戻りたいと願うようになるからなんだよ。広し早市ハママシティジャパンあの レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵画はまさに謎だらけ言い換えると未来の私たちのような人間への伝言がその絵の中に数多く仕込まれていますまたレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画はその表の絵だけではなくて背景にも いろいろな謎が隠されています例えばこのイエスの洗礼の絵の中に描かれているこのピラミッドはメキシコのテオティーワカンの太陽の塔ではないかと考えています形がよく似ているといいますか角度がぴったしと合いますもっともこれ一枚だけでしたら 偶然の一致ということになりますがレオナルド・ダ・ヴィンチの書き残したとされる絵画には他にもいろいろな場所が描き込まれています話はぐんと飛躍しますがあのモナリザそしてヤング・モナリザと言われているアイル・ワースのモナリザの絵の背景には「火星の大地」が 正確に描きままれていましたそしてモナ・リザの絵の中には5・1という数字が隠し込まれていました5・1というのは11種ゲマトリアによれば「火星」火星を意味しますそれはともかくもこの絵の中にも同じように、まあ、当時のダ・ヴィンチがですね知る由もなかった背景が描かれている のではないかと考えました。それがこのティオティ和漢ということになります。こんな例もあります。岩窟の聖母ルーブル版です。この岩窟の聖母ルーブル版の上の方には。奇妙な山が描かれています。私林寛はこの山は。 市内半島にあるモーゼ山を写し取ったものであると判断しています上が岩窟の聖母の中の絵です下はモーゼ山の実際の写真です上下を中深く比較してみてくださいこれが岩窟の聖母の中の山ですそしてこんな動画を見つけましたこの 動画の中に表現されている山に注意してください下が写真です上がダヴィンチになる画家が描いたとされる山ですやはり同じように注意深く比較してみてください全く同じです他の写真でも比較してみますただダヴィンチの場合文字もそして絵画も 左右反転になっていることが多いです上がダ・ヴィンチなる画家が描とされる山です下はモーゼ山の実際の写真ですさらにこんな例もありますこれは受体告知ですよねその受体告知のマリアの足元には奇妙な別の 足が描かれていました。この置物のの下に注意してください。この黄色い矢印の先にもう一つの足が描かれていました3本指のストリックスつまり魔女の足ですそしてその足と同じものがスリランカのシリギアロックの入り口のところにあります 左上が時代告知の絵の中の足です右がシギリアロックの入り口のところに彫刻されている足です比較してみてください後でまた比較してみますが現地シギリアでは右はライオンのライオンの足ということになっていますがこれはどう見てもライオンの足 には見えませんそれはともかくもこのシギリアロックにある石がそっくりそのままダ・ヴィンチの「受胎告知」の絵の中に描かれているということですどれもよく似ているなというレベルを超えて私林宏は同じと判断しています TOT 和漢です モーゼ山ですそしてシギリア・ロックのいわゆるライオンの足です続く動画の中ではシギリア・ロックのこのライオンの足についての謎解きに挑戦してみますこうした謎はもっともダ・ヴィンチが自由に空を飛んでいたと考えると何でもない 謎ということになります。by phone of。 シギリアそこはレプタリアンの王国だったシギリアには奇妙な彫刻がありますシギリアですこれが問題の彫刻ですで、前回この足を調べてみましたが これはライオンの足ではありません。では、何の足かということなんですね。それについてですね、アメリカのテキサス在住のビル・シーウォードさんからですね、次のようなメールが届きました。すなわち、これは爬虫類、レプタリアンの足だというのですね。しかも、この足と足の間には封印された洞窟があるというのです。 で、足をもう一度、調べてみることにしました。まあ、虫類って言いますかね。これは、あの、恐竜ですけども、似てるんですね。特に爪に特徴があります。で、爬虫類を、って言いますか、トカゲを中心に調べてみました。前回、トカゲの足を、 足についてですね、調べるのを、まあ忘れていたと言いますか、はい、調べませんでした。で、改めて調べてみましたところ、ベルさんが、まあ教えてくださったように、確かに、確かにこれは、爬虫類、すなわち、レプタリアンの足ですね。爪に特徴があります。ということは、シギリアは、レプタリアンの 王国であったと結論付けて良いのではないでしょうか。もう一度皆さんこの足をよくご覧ください。ということで、昨日作りましたビデオを繋げておきます。さらにその後、悪魔の足という題で作りましたビデオを繋げておきます。どうかご覧ください。Thank you very much for watching and bye for now. Hello, this is Hiroshihaya Shihama City Japan.My city of Sigiria, Sri Lanka.Whose feet are they?Sigiria の謎。それは誰の足なのか ?Sri Lanka に Sigiria があります。大変不思議な山です。山の上には地上から持ち上げたという岩があります。誰がどのようにして持ち上げたのか まあ、その話は別途しまして、その謎を解く鍵がですね、シギリアにあります。まずシギリアを見ていただきますけども、こうした山なんですね。岩山なんですね。そして、まあ、入り口と言いますか。その前に、まあ、その謎を解く鍵の足があります。 まあ大変な山ですね。これがその足なんですけども、ライオンの足ということになっています。しかしこれはライオンの足ではありませんね。で、まあ、比べていますが、まあこれがライオンの足だというわけですね。まあ、飾りたいというわけですね。 文章だというわけですね。これに似た足をですね、レオナルド・ダヴィンチが受胎告知の中で書いています。マリアの足です。まあ、隠し絵、こうした手法でですね、ダヴィンチはマリアが悪魔であることを示しています。ここにマリアの足が出ていますね。で、この足と今のシギリアの、まあ、門のところといいますか、入り口のところに 作ってある足と似ているんですよね。で、これはライオンの足だって言うんですけども、ライオンの足と、まあ、ついでに比較していますけどもライの、ライオンの足は4本で、シギリアの足は3本ですね。どうもそれとは違う。で、ラベンチの書いたのもどうも3本のようですね。はっきりわかりません。で、エドフにはこうした鳥の彫像がありますけども、足の指は3本指です。 ま、どこか似てると言いますかね。そういう感じですね。で、三本であれば、ダヴィンチの描いた絵と一致するわけです。で、これはリリトです。魔女です。魔女ということになってますけど、最近はあの、イスタール・イナーナダだという説が有力になってきました。大変よく似てますね。ということは、これは、まあ、ダヴィンチも、それから、リリトも、それから、シギリアナ足も、 悪魔ということになるわけですね、一応。で、これが今、黄色い線がシギリアから引いてきた線ですけども、根元のところから半分ぐらい少しややエラーが出ます。しかし、途中からは綺麗に重なります。もう一度やってみます。も、ま、う、あ、途中から綺麗に重なるんですね。あの、右の方でややエラーが出ます。で、これの線はですね、え、インドのエローラから引いてきた線です。で、このエローラのからの線、 引いてきた線とですね、今、シギリアから引いてきた線が、ここで重なるんですね。ということは、まあ、私のナスカ理論によれば、あの、双方に関係があるということになるわけです。で、さらにこの線をですね、延長してみますと、えー、まあ、これ、交点がここにあるわけですけども、えー、左下があの、エローラの線です。で、その線をさらに延長してみますと、大変不思議なことに、えー、 平和洋、シアンの東30キロにある平和洋からの、いわゆる滑走路の根元ときちんとここで重なるんですね。ですから何らかの関係があるのかなと思って調べてみました。で、下がシギリアでエローラ、そしてテラコタアーミーですね。平和洋です。で、角度、長さ調べてみましたが、特に関係があるようには見えませんでした。で、エローラ洞窟はですね、えー これもついでにちょっと,見,と見ていただきたいんですけども、岩をですね、上からくり抜いて作った寺院なんですね。いわゆるその、組み立てて作ったというんじゃなくて、上からどん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 下へ掘っていって作ったということなんですね。まあ、こうしたあの手法であ、あの、大型建築物というのは世界に、えー、他に2ヶ所ありますけども、まあ、あの、これがエローラ洞窟です。で、まあ、巨大なあの、洞窟なんです。こうしたあの、まあ、 この、まあ、なんて言いますかね、この、ここに掘られている彫像と、その、シギリアの中に残っているね、まあ、掘り物、掘ったものと何か関係あるのかなと思って調べてみたんですけども、特に、あの、関連性はないようです。で、シギリアというところは大変不思議なところなんですね。まあ、次、あの、これは26号ですから、あの、もう3年。 前に、3年というか2年半前に作ったビルドですけども、その時もこのシギディアっいうのは、どうもその、かなり初期に作っ,っていますが最初の頃疑問に持った、あの、岩山なんですね。で、まあ特に私はこの時何人が不思議だった、思ったかと言いますと、あの、岩をね、持ち上げて、あの、持ち上げたか地上から上げてですね、そしていろんなん建築物を作ったと。まあそういったところにこう、まあそんなはずはないだろうということから、あの、だって、あの、 いわゆるその、なんて言いますか、運び上げる手段もね、力もないし、そのロープもないわけですよね。そんな時代に、どうしてそんなことができたんだろうということを考えたわけです。まあで、疑問に思ったんで、あちこちから線を引っ張って調べてみたんですけども、まあ、書たると言いますか、これはという線が見つからないんですね。まあ、茂り当てとかそういうところなんですね。まあ、あるとしたら、ルンビットの関係、 あるいは、あの、無変状だろうから145度の線にありますから、まあ、無変状だろうかなというところが、まあ、限界です、でした。で、シギリアというところは、まあ、ここに、まあ、浮いて、まあ、浮いたような形になると言いますか、こうしたところにあるわけです。まあ、一つだけ、あの、気になるのが、いわゆるアダムズ・ブリッジなんですね。アダムズ・ブリッジというのは、一部に、まあ、伝説によればですね、一部にして、スリランカとインド大陸をつないだ、あまあ、陸の橋なんです。 で、これは、あの、昔はですね、以前は、あの、歩いて渡ることができたそうですが、最近は侵食が激しくてですね、もう時期も、まあ、消えてなくなるんじゃないかと言われていますけど、このアダムズ・ブリッジです。なぜこの、あの、橋ができたかということについては、地質学者の、まあ、あの、まあ、ウィキペディアなんか見てもですね、不明であるということになっています。そのアダムズ・ブリッジから150キロのところにシギリアがあるんですね。何かの関係があるんじゃないかなと思,思いました。 少なくともシギリアのこの、いわゆる足はですね、ライオンの足ではないということですね。で、またこの逆に右の足がですね、誰の足か分かれば、このシギリアを作った、まあ、エイリアンですね、はっきり言えば。エイリアンの正体が分かるということになります。ということで、続くビデオ、まあ、あの、以前、まあ、作りましたビデオですけども、神々の能力っていうので作ってみました。まあ、どうか参考のためにご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! ハロー、ヒロシハヤシ、ハママシリ、ジャパン、デブルズフット、悪魔の足、ラファエロ vs ダ・ヴィンチ、ラファエロ対ダ・ヴィンチ、まあ対立していたわけではありませんけども、ラファエロもダ・ヴィンチも実にきっな絵を描き残しています。ラファエロ・サンティが描き残したこの絵なんですね。 何でもない絵に見えるかもしれませんけども、この絵の中には隠し絵が仕込んであります。ここを見てください。三本指のまさに悪魔の指、足の指が書いてあります。中世の画家たちはこのようにして隠し絵という形で自分たちの思想を織り込みました。下がダヴィンチの受体告知の絵です。この絵の中にも隠し絵が仕込んであります。 この袋の置物の下を見てください。これはマリアの足です。なあち、ダヴィンチはこの絵を通してマリアは魔女であることを訴えています。これを隠し絵と言います。どうしてダヴィンチもマリアもです、ラファエルもですね、このような絵を描いたかということなんです。まあ、それについて話は全然それますけども、今朝、日経新聞に次のような記事が出ていました。 論評はしません。そのまま紹介させていただきます。マリアの手は受胎の不安、喜びの広さや深さを表しといえ、表していると言う。僕の受胎告知術を書くことだった。人の病、病気、病や死は運命づけられたものだが、それを乗り越え、人はいかに生き、いかに愛しあるかを問うものだった。